アリアスターはアメリカ合衆国の映画監督、脚本家である。アリアスターはニューヨークで生まれた。彼の両親はユダヤ系で、父は音楽家、母は主人であり、弟がいる。1990年4歳のアスターはリック・トレーシーを見に行った。アスターにとってそれが初めての映画体験となった。 登場人物が炎の描かれた壁を背にマシンガンを撃つシーンを見た瞬間、アスターは興奮のあまり座席から飛び跳ねてしまった。それでも興奮が収まらず、アスターは街中を走り回り、母親を振り回したのだという。その後、一家はイングランドに引っ越したが、ほどなくしてニューメキシコ州に移り住むことになった。アスターは青春時代を同地で過ごした。成長したアスターは、 ホラー映画の制作に情熱を燃やしていた。アスターはその頃を改装して、僕は行ける範囲の全てのビデオ店に行き、その店のホラー映画コーナーにあった映画を片っ端から鑑賞した。ただ、当時の僕はホラー映画を作るのに必要なスタッフをどうやって集めたら良いのかわからなかった。とりあえず、脚本を書くところから始めてみた。と述べている。その後、アスターは、 AFI コンサーバトリーを卒業した。そこで出会った人たちが、後の作品における共同作業者となった。2011年、アスターは、初監督作、TDF リアリーワークスを発表した。その後の7年間で、アスターは6本の短編映画を世に送り出した。2018年1月21日、自身初の長編映画、ヘレリタリー、継承が、三段ンンス映画祭で上映され、 批評家から激賞された。同作は21世紀最高のホラー映画とまで評され全米2964巻で封切られた。公開初週末1 3 5 7万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場4位となった。2019年7月3日、2作目の長編映画となるミッドサマーが全米公開され、 企評価から高く評価された。本作は、スパイダーマン、ファー、フロムホームと同じ週に封切られ、2019年7月3日に、全米2707巻で公開。公開初週末に656万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場6位となった。ありがとうございます。